回は、向田邦子の短編集、思い出トランプから、新体発布を、朗読します。ほんのかすり傷だが、久しぶりに怪我をした。玄関のたたきに小銭を落とし、拾い上げて立ち上がった拍子にドアの取っ手に頭をぶつけたのだ。左のこめかみに3センチほどの円字の毛糸を貼り付けたような傷が残り、10日ばかり目を伏せて歩いた。40年前に私は同じ場所を切っている。小学校へ上がったばかりの冬の夕方だった。うち中そろってお出かけというので私ははしゃいでいた。お出かけといったところでせいぜいお手軽な洋食にプリンを食べて、帰りにおもちゃを買ってもらう程度なのだが、よそ行きの服を着せられるのも嬉しかった。一人だけ先に身支度を終え、玄関にうち中の履物を並べた。天井の高い玄関にはスズラン型の黄色い門灯が一つついていた。おろしたての靴下止めがきついので、上がりかまちに座り、父の大きな靴の中へ足を入れて直した。赤い幅広のゴムに黄色い筋が2本入り、茶色の革がついていた。父の靴の隣は母の草履で、分厚いコルクの上に畳表が乗っていた。玄関の正面には帽子掛けがあり、私のグレーのフェルトに紫色のリボンの帽子と、弟の黒い帽子、父の中折れが並んでいた。手が届かないので私は何度も飛び上がり帽子を取ろうとした。やっと手が届いたと思った途端、帽子掛けが外れて落ち、私の目尻を切った。それからあとは全く記憶にない。別に気絶したわけではなく、覚えていないのである。こういう場合、父は逆上するたちなので、おそらく母を怒鳴り、祖母に八つ当たりして私を医者に担ぎ込み、その夜のお出かけはめちゃくちゃになったに違いないのだが、今残っているのは帽子掛けが落ちるまでの妙に鮮明な記憶と、人差し指の腹にかすかに触る左目尻の小さな傷だけである。私は飛び上がって怪我をしたのだが、二つ違いの弟は墜落して同じところに傷を作っている。弟が五つになった時、父は庭に池をこしらえた。父親の名前も顔も知らないで育ち、他人の家を転々として大きくなった父は、初めての男の子に自分で釣った鯉や船の泳ぐ池を見せてやりたかったのだろう。場所も弟が縁側に座ったまま眺められるように鍵の手になった縁側のそばであった。父は汗みどろになってシャベルを振るい、かなり大きな穴を掘りセメントで固めた。形も凝っていて自然の池らしくジグザグになっていた。縁のところに小さなセメントの築山もこしらえた。手仕事は全く不器用な人だったから、今考えれば随分と不細工な池だったと思うが、笑ったりしたら大変なことになるのは分かっていたから、母も祖母も出入りの人たちもひたすら感心して褒めそやしていた記憶がある。ところがセメントがやっと乾き、水を張った途端に縁側で見物していた弟が落ちて、池の縁のセメントで大きなコブを作ってしまったのである。中に何が詰まっていたか知らないが、弟は頭でっかちで、その頃の写真を見ると着物に白いエプロンをした弟は福助旅の見本のような顔で嬉しそうに縁側に座っている。ぐらりと前へのめって当然といった塩梅である。墜落直後の阿鼻叫喚の騒ぎはこれまた記憶にないのだが、夜中にご不浄に起きた時のことは
はっきり覚えている。客間には煌々と明かりがつき、弟が客布団に寝かされている。そのおでこには大きな馬肉が乗っかっている。馬肉は熱を取り、腫れを除くというので取り寄せたらしい。枕元で腕組みした父がこの世の終わりといった思い詰めた顔で座っていた。足音を忍ばせて2階に上がると、祖母が笑いをこらえながら仏壇の前でお経をあげていた。金と桃色の濃淡のレンゲの形をしてアコーディオンのようになった経本だった。池は怒り狂った父がその夜のうちに埋めてしまった。今でも馬刺しや桜鍋を食べるとお父さんの池を思い出すことがある。晩年は太ってしまったが、池を掘った頃の父は痩せていた。青筋を立ててセメントを壊していた父の細くて白いすねと、弟のおでこに乗っていた分厚い馬肉が目の前にチラチラする。馬肉は体が温まるというのは本当である。うちは4人兄弟だが、怪我にも連鎖反応があるのか、末の妹も顔に小さな傷をしたことがあった。祖母が亡くなってすぐの法事の時だったと思う。幼い妹が坊さんのお経をおかしがって笑ったりするので、キャラメルをあてがわれ、庭で一人で遊んでいた。ちょうどこの日庭師が入り、築山の松の木の手入れをしていたのだが、妹が脚立に寄りかかったのか、庭師が上から植木ばさみを落としてしまい、妹の目尻をかすめたのである。妹の泣き声で親戚一同が総立ちになった。大変だ、和子が目をやられたぞ。仁王立ちになって叫ぶ父親を突き飛ばすように、母が旅肌足で飛び出し、妹を横抱きにすると、物も言わずに隣の外科医院に駆け込んだ。幸い傷は大したこともなく、今は跡形もないが、大体において一丁ことある場合、父は棒立ちでやや大げさに呼ばわるだけだが、母は考えたり迷ったりするより先に体が動いているところがあった。父と母の男と女の違いなのだろうか。こと体の動きにかけてはいつも母に遅れをとっていた父だが、一回だけ子供のために駆け出してくれたことがある。私は女学校は四国の高松の県立第一高女だが、入学した直後、父の転勤で一学期の終わりに東京の目黒高女の編入試験を受ける羽目になった。試験日が盲腸の手術の直後とぶつかってしまい、体操は免除していただくようお願いをしていた。試験の朝早く、母は隣で寝ている父が油汗をかき、ひどくうなされているのに気づいて揺り起こした。父は私の編入試験の夢を見ていた。あれほど頼んだのに、私は体操が免除にならず走ってみなさいと言われている。父は飛び出して、この子は病み上がりだから代わりに走らせてもらいたいと願い出て、編入試験を受ける他の女学生の中にただ一人混じってスタートラインに立ったという。ピストルが鳴って走り出したのだが、足に根が生えたのか、どう焦っても足が前に進まない。七転八倒しているところを母に起こされたというのである。このことは私がどうにか編入試験にパスした合格祝いの食卓で母から聞かされた。お前が合格したのはお父さんのおかげよ。お赤飯をよそいながら母が感動した面持ちで言うと、いいお父さんを持って邦子は幸せだね。祖母まで調子を合わせ、父に見えないように箸箱で私のお尻をつついて、ありがとうございますはどうしたの、小声で催促をする。夢の中で駆け出さなくてもいいから、その分げんこつや小言を減らしてほしいと思ったが、口に出して言えばそれこそげんこつが飛んでくる。
理屈に合わない話のような気もしたが、畳に手をつき、おひつの脇に頭を下げた。笑い上戸の弟は、福助頭を震わせて笑いをこらえていた。桜が散ると、グリーンピースやそら豆がおいしくなる。豆の鞘を剥くと、中に三つ四つ、豆が並んで入っている。三つなら三つ、四つなら四つが、同じ大きさに粒がそろい、虫食いがないと幸せな気分になる。端の一つが痩せてみそっかすだと、末っ子まで養分が回りかねたのかなと哀れになる。この程度の虫食いなら食べられそうな気もするし、気前よく捨てたい気もするし、豆を剥くのも楽しみ半分、木骨の折れる仕事である。鞘がはじけると、一つ鞘の豆はバラバラになる。うちの四人兄弟も今は別々に暮らしているが、たまに四人の顔が合うと子供の頃の話になる。身体発布、これを父母に浮く。あえて起床せざるは甲の始めなり。父も母も傷一つなく育てようと随分細かく気を配ってくれた。それでも子供は思いもかけないところですりむいたり、こぶを作ったりした。いたずら小僧にそろばんで殴られて、四つ玉の形にへこんでいた弟の頭も、母の着物に赤いシミをつけてしまった妹の目尻も、今は思い出のほかには何も残っていないのである。朗読はいかがでしたか？それではまた次回お楽しみに。